バーバペリューはバーバ黒船に乗って浦賀にやってきました。バーバフィルマー大統領の親書を持ってきましたと言ってます。バーバ下っ端の役人が受け取ろうとするとバーバペリューは拒否しました。バーバ将軍に手渡したいとバーバペリューは言います。しかしその時の将軍バーバ家吉は病気でした。代わりにバーバ老中が受け取りました。バーバペリーはじゃあ1年後にまた来るからと言って帰りました。でもバーバペリーは半年後に突然やってきました。みんな大変びっくりしました。